ヒガラは、スズメ目クシジュウカラカシジュウカラ属に分類される、鳥類の一種。ユーラシア大陸の広範囲にかけてとアフリカ北部のアルジェリア、チュニジア、モロッコ及び日本、台湾に分布する。日本では、アシュヒガラが北海道、本州、四国、九州に周年生息する。全長は約11センチメートル、翼海長が約17センチメートルで、 全長約14センチメートルのスズメや、約13センチメートルの小柄よりも小さく、日本のカラ類の中では、最小の種。上面は、青みがかった灰色や黒褐色。下面は、泡褐色の羽毛で覆われる。頭頂は、黒い羽毛で覆われ、羽毛が伸長する短い冠羽がある。頬から、後首にかけて白い斑紋が入るが、 喉から胸部にかけて黒い反紋に分断され胸部の名色部とはつながらない。翼の色彩は海国色。途中服の先端に白い反紋が入り、静止時には2本ずつの白い筋模様に見える。くちばしや甲子の色彩は黒い。死有同色卵は白い殻で覆われ、泡紫色や赤葛色の反転が入る。 次の種子を食べる、日柄日柄のサイズル平地、産地、阿コ山帯の新葉樹林に生息する。陶器になると、標高の低い場所へ移動する。周期や陶器は群れを形成して生活し、小柄などの死従からかの多種や、菊いただきなどと、根群を形成することもある。植生は雑食で、昆虫、蜘蛛果実、草木の種子、などを食べる。 樹木の枝先付近を動き回ることが多く、樹上で採食を行う。木の幹の隙間に種子などの食物を貯蔵することもある。繁殖形態は卵生。繁殖期にはペアで縄張りを形成する。木道や木つつきの古巣の中にコケ類や樹毛、羽毛を敷いたすに、日本では5の7月に1回に5から8個の卵を産む。メスの実が放卵し、放卵期間は14から18日。 ひなは、孵化してから16から18日で巣立ち、巣立ちしてから約2週間で独立する。オスは四十からよりも早いテンポで、ツピンツピンツピンと高木の上でさえずる。軌道に巣を作るので巣箱を利用することもある。北海道室蘭市の指定の鳥である。以下の亜種に分類されている。国際自然保護連合により、2010年から、レッドリストの経度懸念の指定を受けている。 日本では以下の都道府県でレッドリストの指定を受けている。ありがとうございます。